どうもこんにちは、みやです。今日はですね、特別ゲストをお呼びしております。どうも、プロゲーマーのモボと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、テトリス99、まあ、今日やっていくんですけど、はい。モボさん、いつぶりぐらいですか？俺半年前ぐらい。一応ちょいちょい動画でまあ確認はしてるんですけど。あ、本当に、はい、ありがとうございます。まあ、なんだかんだ、TSP とかもできるようになってて。今度 TSP もまだ先できるようになってて。ですよね。うん、まあ、なんか、ここもちょっと踏まえて、まあ、今日は、シェアバトル。シェアバトルなんかあるのこれ、はい。このゲームはちょっとアップデートで追加されたモードで、オフラインで2人で対戦して、CPU を倒していくっていう。あ、なるほど。そうですね。まあ、2人対戦なんだ、これ。まあ、協力プレイみたいな。協力プレイできるんだ。感じですね。面白いね。まあ、ちょっと、ま、CPU のこうやってレベルも設定できるんですけど、まだちょっとコントローラーを設定してもらって、レベル1からま、5まである。あ、こういうシステムがあるんだ。そうです。まあ、ちょっとバツの設定とかはできたりするんですけど、ちょっと今回はゼロで、まあ、フェアでいこうかなと思って。フェアでいく、はい、まだちょっと、まあ、1はさすがにあんまり強くないので、まあ、ちょっとレベル3ぐらいから、まずはやっていこうかなと思って。まあ、自分がちなみに上の画面になって、モコさんが下の画面なんで。下の画面、なるほど。じゃあ、始めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これちなみになんだけど、これ、アメミヤ君の攻撃とかできるんですか？あ、できます。あ、じゃあ俺、アメミヤ君殴った。そう、一応、左側の画面に 1P、2P ってなってると思うんですけど、画面に出てると思うんですけど、まあ、2P が今、モコさんで。俺、早速さ、そのような話しちゃったら、いきなり実は結構、あ、どうしよう。だめ、俺も間違えた。ちょっと待って。とりあえず協力プレイできればいいんだよな。そうですね。なんで、まぁ、あ、ちょっと、自分が結構サポートしようと思います。サポート、はい、できるこれ。あ、できますよ。リカバー9、こっから。こっから、あー、でも結構あれですね。じゃちょっと、ターゲット向けて。いきなりさ、そうです、出張者みたいな。結構やばいことになった。とりあえず、初見みたいな人に考えてください。今、結構ターゲット狙われてるんで、上のスキルをカウンターにした方がいいです。上のスキル、あ、これか。そうですね。あ、これね、はいはいはい。それで、攻撃してもらう。これカウンターにするとさ、どうなんだろう。カウンターにすると、このターゲットを狙われてる、おっと、やばい。狙われてる人に全員に火力を送れるっていう。全員に。まあ、最大10人なんですけど、基本全員です、ね。あ、なるほど。ちなみに俺、こっからマジで本気出して、はい。このもう荒れた、そうですね。もう雑草だらけの、消化してってください。ここもう、綺麗な畑に仕上げていくわ。結構もう穴ぼこがやばいっすよ。穴ぼこがクソやばいだろ、みたいな。あ、でも、いい感じに、1ライン消すだけで、まぁ、あ、結構、あ、本当だ、すごいすごいすごい。3ラインとか。なんでこんな、いくの？やっぱりターゲットにされてる人が多いんで、それだけ攻撃力がアップしていく。あ、なるほど、ね。ターゲットされる分、火力も上がるんだ。そうです。なんで今ちょっとこういう風にモボさんにターゲットすると、さらにアップする。あ、じゃあ、ミディアムがそういう風にやってくれてるってこと？そうですね。ちょっと今、アップしてます。じゃあ、ちょっと待ってください。ただ、結構、結構割りたいわ。こんな下じゃないんだよ、マジで。ちょっと、本当にごめんね。いや、分かった。ありがとうございます。本当に信じる。いや、俺、こんな下じゃないんだよ。ただ、でも、まあ、消していくだけで結構攻撃力アップしていると思うんで。俺、こんな下じゃないのに。もう、ダミオさん、助けて。助けます。ちょっと、今度俺の代わりにさ、ぷよぷよの大会出てくるんだよ。あ、ぷよぷよの大会、これから出るんですか、チャンピオンシップ。え、12月、俺、11月がさ、ポケモンの発売日でさ。あ、そうなん、出れないの、カレー出てくると思ってた。じゃあちょっともう出てね、もうばっこり。ちょっと、カレーだからちょっとアミューゴ君見てもらって。なるほど。うん。ちょっと頑張ります。自分は出るんで。あ、そう。あ、アミューゴ出るんだ。俺のコルコメです。モッコーで。あ、モッコーで出る。あ、やべやべやべ。すげえ、どういうもんでしょ。さあ、じゃあ、じゃあ、どうぞ。いいっすね。でもこれで。おっしゃ、オッケーオッケー。なんかめちゃくちゃさ、拡散してる感じがある。火力が、敵の方向に、そうですね、エフェクトが、そう、めちゃくちゃ、ただこれ、飛んでるね、やべえ、落ちるわ。ターゲットにして、俺、死ぬなと。あ、アイミノが、ホールドして、あ、アイミノ来た、オッケー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 。アイちゃん来た、アイちゃんが。さあ、これは、いけるか。ちょっと待って、ダメだ、ほんと、さっさっさっさ。あ、でも、そこで。消して、あれ、そう。今、ターゲットで死ぬんですけど。あれ、そう。ダメだよ、これできる？こうやってできる？これは、そうですね。一応まだ消せますね。消せるけど、あ、いいですね。回転。あ、でも、ここにあって、あ、来てる？あ、来てる？で、そこは君の、あ、ここに刺して、刺して。で、ホールドして。ホールド？はい。で、Z をそこに入れて、で、もう一回ホールドして。ちょっとなんか、やばい、俺の場面もやばいことになった。やばい。あ、来てる？あ、来てる？ちょ、俺のさ、あ、ああ
ちょっともう一回やらせて。はい、終わりました。じゃあちょっとこれ、あとは CPU 自分が一掃する。あ、ごめん、ごめん、ごめん。はい。ちょっともうほぼ、モコさんの画面見てます。アミニアとかね、ほんの力で死んでたよ。はい、わかりました。ちょっと、ペインも倒してなかった。出るっしょ、こっちは。そうします。なんで今なんかレート戦で何連勝なの？あ、今、まあ、ビップマッチっていうのが実装されたんですけど、それ270連勝。誰もいないじゃん、勝てる人。そうですね、一応。うん、あ、世界でやってるんで。アルディア太陽専用言語化してないかもね。他のかもしれないですけど、今残り12人減らしていたんですけど、ちょっとモコさん、フォローしきれませんでした。ちょっと申し訳ないわ、ほんまに、はい。序盤のね、やっぱ俺、なんか、寝ぼけちゃってた今。そうですね、置き水がちょっと痛かったですね、あれ。置き水が広すぎて。何これ、もう残り何？残り今10人って出たんですけど。残り12人。そうでしょ。もうこのまま、今8ですね。よしよし、倒してって。すごい、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 すごい。あぶね。よしよし、残りあと5人。でもだから、1個見て思うけどさ、もう、こっち、なんか T スピンのさ、ポケットみたいなのを作るの。あ、そうですね。なんか、紙レベルうまいよな。これ、やっぱりこれ、二段構えみたいな。こういう、まあ、三段構えもできます。三段くるみたいなさ。これ、まあ、結構テンプレ。これ、トリニティっていうテンプレなんですよ。トリニティっていうの、これ。何トリニティ。なんか、三連続で TSP を打つ。まあ、わからんね。で、もう、あと一人なんで。あと、楽しみ。すげえな、TM レボリューションなんか歌詞みたいな。よし。すごい。自分、ペットワンでもお子さんに、まあ、ちょっと20位だったんですけど。20位か。あ、でも、やっぱり最初が痛かったんですよ。序盤のさ、あれのやつだったら、はい、多分やれっからさ、もう一回やらしてよ。もう一回、もしも同じレベルで。いや、もし上げていい。もうちょっといい。なんだ。うん。じゃあちょっと設定メニューに戻って。次行くから、次ガチ。ガチで行く。うん。じゃあ、ガチということなんで、レベル5いきますか。あ、いいよいいよ。全然いい。最低レベルで。全然いいよ。よし、じゃあやっていきます。これ結構強いですよ。結構強い。はい。CPU の中でもなかなか強いんで、頑張りましょう。ちゃんと行を消したら大丈夫だよ。ちょっとね、行を消していきます。行を消していけば大丈夫でしょ。自分もちょっとサポート入れるんで。あ、OK、OK、頼むわ。序盤はランダムでいいんだよね。序盤は基本ランダムでいい。で、まぁ、あ、ターゲットが来たらカウンターにするって感じ。なるほど、なるほど。あれだな、思ったけど、これあれだわ。ぷよぷよに慣れすぎて、テトリスも行の多さに慣れてない、まだ目が。あ、なるほど。そう、だからこそ、今こうやって俺は画面に目を思いっきり近づけて、打てるときはしっかりと、やべ。もう、黄身の打っていく。黄身の打っていく。どうこれ。あ、これも今カウンターにした方がいい。簡単？あ、これ？はい。おっ。ほんまいいんだ。まあ、結構今、3人分ターゲットあるんで。はい、やって、またミスって。ちょ、これなんか落ち込む。今日なんかおかしいわ。ダメだよ、今日俺おかしくなっちゃってる。おかしくなっちゃってる。うん。あ、でも全然まだまだリカバリしてる。リカバリできる？って言いますね。序盤からしっかり、盤面をよく見てて。OK。よし、よし。いいよ、いいよ。いい感じに。よいしょ。なんか、そこまで序盤はさ、敵から攻撃飛んでこないよな、これな。そうですね、そこはね、あと、まあ、ボディが飛んできても、うん、この、競り上がってくるまでの猶予が。猶予時間が長い。そう、猶予時間が結構長いから、それ助かってるわ。ちょっと。雨宮君にもいいぞ、俺、やらけえな、俺。そうですね、これ最高レベルなんで、そうこれでワンツーフェイに決められたら、うん、相当すごいですから。ここでね、そんなに今、さっきのやつでしたけど、アミューゴに、あの、さっきのゲームに、銀メサジャーがね、これで、さっきの俺の先輩がさ、はい、アメミヤ太陽狙ってんのよ。えなんかもう、俺じゃなくてアメミヤ君、今度から射程にするわって。誰だか。なんか加藤純一さんっていうさ、加藤純一さんっすか。大物林がいるんだけど、はい、加藤純一さんがアメミヤ君を狙ってる最近。マジですか？めちゃくちゃ嬉しいっす。そう、いやでも俺ちょっとアメニア君、ちょっと俺、ここ譲れないんやけど。あ、そう。濁してるけどさ。いや、なんかちょいちょい話題に出してくれてるみたいで。そう。嬉しいっすね。マジ読んだね。アメニア君を狙ってるんだよ。その時自分確か生放送してて、コメント欄で。なんか、言われた。ホラーゲームかなんか、そう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 。覚えてます。知ってますその時になんか言ってたんだよな。いや、あれ、ホラーゲームやったことないんだよ。ドキドキしないっすよね。アメホラーとかなんか、苦手そう。ちょっと多分苦手だと思います、ね。で、何だかで言ってる間も24位。24位。さっきより、ちょっと、ここから下げて、それで、うわ、ちょっと C で行って、C で行って、C で行って、ちょっと俺、ここからガチレースになるわ、俺、本当に。ガチレースになったんガチレース。ガチレースにうどん芸人みんなもやってる。あ、いいですよ。ちょっと、なんかネタ分かれなかった。
ちゃうんだ。はい。ちょっと待って。あー、これでも敵キャラな、こういや、ちょっと。ラミエ君大丈夫これ。あ、大丈夫ですね。飲み、こんな飲みで組むでいいかな。あ、もう、どんどん飲みってしたってって。うん。大丈夫。こんな飲み、やっべえ。やばい。とんでもないミスした。でも、タイムのあっち側に行くんで。これで、これで。それで行きますよ。で、これも遅延で消して。で、これも、どうだ着役やばい。まだ、まだいけます。あ、やばい、コジシャタ、間違えた。やばい、もうこんなにコジシャタ、見てた。ごめん、ちょっと、やべ、間違えた。あれ、ちょっと、あれ、あ、あれ、いや、あれ、ちょっと、さ、裏切り、あの、ちょっとサポートするつもりが、うん、あの、モコさんの画面見すぎて、ちょっと、あれ愛を刺してしまったっていう、すいません。そうです。やばい、ちょっと、モコさん、今日しちゃった、間違えた。そうでしょ。すいません。殺されたら、やばい。やべ。サポートしてないな。まあ、じゃあもうあれだよ、まあ、もう次のぷよぷよ大会で八百長だよ、八百長。ちゃんと口裏合わせて俺に一応負けないから。うん、ですね、ちょっと、まあ、でも出ないで。え、俺じゃあ12月は出る。あ、12月、そっか、12月もちゃんと出るからさ。まだ大会で当たったことないから。俺らないよな、当たったことね、一回も。そう、もしかしたらもう当たるかもしれない。もしかして当たるかもしれないからさ、この時はちょっと、こういうことがあるとね、ここでちょっと俺が言っちゃうからさ。あの時なんかえ、僕のしてくれたやろね。すいません、本当に間違えました。これは何の勝ちそうなの。あ、これ今もう7人になって、これまあ結構有利ですね。有利、有利というか、まあ CP に負けることはまあ待ってないんです。おお、最高レベルだ。この前だと AI に勝ったもんな。あ、そうですね、 AI にも勝ちましたね。50先で50対45で、ね、はい、AI がさ、むしろすげえと思っちゃう。いや、本当に、やばいですよ、めちゃくちゃ進化しますから。どうか、アメミヤ君に45、5本取るっていう時点で、うん、AI の方がすごいって感じるのは、逆にやっぱアメミヤ君がそんだけ化け物なんだろうな。あの、もともとその AI があんまり強くなかったんですけど、うん、どん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 進化して、上回ったって感じだったので、うん、なるほどね。それも自分開拓して、それを上回ったんです。すごいよな。ベテランでちょっと1位取ってたんですけど、すごいね。でもさっきより順位は上がった。上がりましたね、17になってる。これ次やれば俺1位取れるよ。お、じゃあもう一回やりますか。ちょっと同じ設定のレベル5で。了解。ちょっと今のはちょっと俺がやらかしちゃったんで。じゃあこれで頼むで。それ行ってみましょう。なんで本当に。ごめんなさい。頼むわ。ガチで本当にのんびりゆっくりこまえ。このゲームターゲットにすると、まあ、さっき火力攻撃力がアップするって言ったんですけど、うん、もちろんターゲットにしちゃうと攻撃しちゃう恐れもあるんで、うん、まあ、ちょっとそこのミスをやらかしてみますと。なるほどね、そこの神といえど、モコさんの画面を見すぎました。やっぱ、そういうミスあると。はい、そういうことです。あ、今回めちゃくちゃ、お、いい感じに。めちゃくちゃいい感じに。そうですか。死ぬほどいい感じだ。綺麗ですよ。なんかの反応、クソが綺麗だ。お、2連でほら。2連で多いですね。2連で歩みの連発して。え、俺だって普通に、あれ、なんか、テトリス99やってるからね。そうそうね、ちょいちょいやってますよ。普通にやってるから、こんな下手すぎるんだろう。ちょっとマジで今のね、2戦のプレイを見て、うん、なんだこの下手くそが、雨宮の動画出てんだよって思って、なんか言ってくれる奴いると思うけど、ちゃんとこれだけ見といて、ほんとに。いや、でもなんだかんだ20位に入ってますよね、うん、20位に入ってるから、はい、こんなもんじゃないんだ、ほんとに。そこはね、あの、分かってもらって。ちょっと、この試合で、うん、ぜひ見せるわ。まだ、盤面余裕ありそうです。まあ、全然まだ余裕ある。ガシガシいったらサポート入るし。頼むわ。はい、かなり、もう序盤は、悪くてなんだよね。なんか思いっきり積み上げて、上の方でなんかプレミして、ガチャって。ああ、そうそう。そう、そんでそのまま何もできず終わるみたいな。上部で、あの、ミスしたら致命傷になる。でしょ、そうそうそう。それを、なんか強力なせばいいんだなっていう感じがある。お、これ今カウンターにした方がいい。カウンター、あ、ほんとだ、投げるか。いい感じにこれで、あれくれ返してみます。あ、あれくれ返してみます。あ、やべ、頼む、死ぬぞ。オッケー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 。よし、ちょっと頼む、マジで今回はカウンター、しゃー。ちょ、一回これ全部掘り切るわ。しっかり掘り切るぜ。火入れて、お、いいですね。ダメよ、俺、この、なんかね、この前この動画の実況撮ってて思ったんだけど、はい、
このゲームってさ、喋れなくない？あー、喋る。集中すると。めちゃくちゃ難しいですね。なんか、喋ってもなんか内容が薄いというか。でも、アミミヤ君、配信でさ、なんか、はい、雑談しながらやるじゃん。あー、まあそうですね。平気で。これでも、本当はめちゃくちゃ難しいです。でしょ、だから、はい、アミミヤ君なんか、何気なくやってるように見えて、実はとんでもなくすごいやってるんだよね。いやー、なんか、そう言われると嬉しいです。まあ、多分、まあでも一応、まあ、俺にしかできない映像だと思うんで。でも、やめる君が言うんだったらもう間違いなくそうなんだろうなって思うわ。あれだってマジ喋れないもん、これ。いや、もういいですよね、そう。まともにプレイしながら喋るの無理だからね、これ。コメント見れないですね。見れない、見れない、見れない、見れない。さあ、でもこれ、なんだかのもう22人。22人。いや、まだでも22人なんだ。結構もうさ、盤面、余裕ありそうなんだ。盤面、今回めっちゃ綺麗。最高っす。アメミヤ君並みに綺麗だわ。お、いいですよ。ほら。CP で倒す。こうやって真ん中開けるのがいいな。そうですね、真ん中開けていくのが結構いい。やべえ。消して、消して、これ消して、ほら、常にこの T ミノが入る。じゃあ、アイミノポケットを。このアイミノをね。お、穴もいいです。穴が今の穴やったな。直列に全部来て。直列に。直列に来てくれ、頼むから。やべ、オッケーオッケーオッケー、これはおっしゃ、オッケー、いいぞ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 、いいぞ、まだ18人、まだ18です、結構 CP 大変、 CP やっぱ強いんだな、このレベルパワー割と強いです、うん、スピードも速くなってきたので、ちょっとやばい感じ、そうですね、結構あれスピード、あ、でもアイミノ穴がいい感じに来たので、アイミノちょっと本当にここからガッと本当に集中するわ、はい、ここも L も入れてないから、ここ、あ、ごめん、そこと、あ、でもまあ大丈夫、あ、こうで、OK、ここもで、ここで、え、あいみのでね、 OK、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  おっしゃ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 、かなりいいですよ、今日一番いい内容になってる、あと13人、あ、じゃあ、あと13人いんのこれ、決めたいっす、これオンライン対戦でもさ、ドン活してるでしょ、もうすでに、あの CPU、あのなんかビップ部屋に CPU 紛れ込んだりするんですけど、うん、CPU が1位取ったりしますか、え、マジ、はい、そのレベル相手に俺他にやり合ってんだよ、そうですね、強いです、ほら、だってアミミヤ君よりも盤面が、俺よりも盤面いいです、やばい、それはまずい、でも結構ターゲット狙われてるんで、モコさん火力はありますね、1行消すだけでだいぶ攻撃力になるんで、あ、でももうなくなっちゃったから、はい、ちょっと、アメヤ君、アメヤ君、アメヤ君、俺の知らない手取りになってる、アメヤ君、やばい、アメヤ君、でもそれ、いいですね、あの、本当に一行を消すだけでもう今、かなり攻撃力出てるんで、ちょっと、本当に、あ、でも、いいの来た、いいの来た、OK、お、いいですね、いいですね、いいですね、いきますね、大丈夫、落ち着いてきます、あ、いいっすか、いや、どうだ、あと7人、頑張ってくれ、コンピューターがさ、コンピューターが死なないですね、ちょっと死なないですね、なかなか、7、頑張ってくれ、もこさん、ちょっとどうだ、あー、それは死んじゃうか、嘘でしょ、いやでも7位1桁いきました、このレベルマジか、いやでも惜しい、すごい惜しい、やっぱ CPU レベル5、やっぱすごいっすね、何これ、あ、ちょっと敵打っときます、ちょっと敵打ってないのかこれ、え、すげえ、いやでも内容はかなり、いや俺多分ね今日一応待った、いや、多分一番頑張ったと、令和で。ですよね、令和一。令和一粘ったってことですよ。令和一粘。いいっすよ。それでないやもんな。この普通に火力攻撃、こう、振ってましたね。ちょっと。すげえ。いや、あと4人。平気な顔で組めるの。はい。すごくね。欲しいな。バス取って75%に。75%。お、100%に合わせた。それで、コーヒーがあって、うわうわうわ、うわすごい、もうあと怠慢なんで、これであと1人、倒しに行くだけで、うわもう普通に打ち合ってくるからな、うん、強いわ、
最後パーフェクトクリアですね。あー決めましょう。はい、うわー何この鮮やかな。でこれで決まれば美しいですけど、ちゃんと耐えてくる。耐えるのコンピューター今の。今の相手耐えてくる。こういうこうやって追ってくるんですよ。すごい。まあでもこのレベルに逆に一桁になれたってことなんで、うん、確かにそう考えると素らしいわ、もう、うん、え、耐えてる、これ耐えてんのこれ耐えて、しかもこれコギル返してきますから。いや、予想以上に強いですよね、やっぱり多分、モコさんが想像してた以上に。いや、想像以上だわ、はい、何このゲーム。まあ、これが CPU 最高レベルで、まあ、ビッグベアでも1位取ってくる。普通に時を迎えました。はいまあちょっと自分で怠慢であそこまで粘りますからね。あでもまあ一桁いけたんで。いやまあ、よかった。むしろよくいけたなと思った、はい、今の。いや本当に頑張ったと思いますね。自分はちょっとサポートしてたと言え、いや本当に何でもよかった。うわマジか。まあまたね、この機会があれば。まあちょっと今度はワンツーワンツーフィニッシュと狙いたいね、次ね。狙っていきたいやる機会があった。ちょっとガチで練習してくるわ今度。おマジっすか。うん、T スピンをバン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 打てるようになれば、 T スピン、あとさっきのなんだっけ、トリニティも俺打てるようになる。トリニティ、トリニティはちょっと難しいんで。トリニティ、あの、はい、トリニティのさらに上、さらに上フォース、トリニティ、トリニティみたいな、トリニティ、トリニティはいみたいな技もあるんで、独断傘にいくわ。そうですね、うん、それもあのできるようになるからまあちょっとリスク高いんですけど、うん、ぜひ練習してみてください。練習しとくね。ありがとうございます。今日は面白かったですね。いや面白かったこと、ね、あのアップデートでルールができたんで、うん、またちょっと会う機会があれば、いやぜひぜひオフラインでやりましょう。やりましょう、ぜひ。というわけで、はい、皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。